はい、ハローでは始まりました。もてつさんチャンネルですね。さてさて、今回の話題なんですけれども、東大出身の50代男性、学歴は家電製品のカタログスペックのようなものというですね、なんじゃこのタイトルはっていうですね、はい、不思議なニュースが出てきたので、それをちょっとね、話してみようかなと思いますね。いや、なんじゃこれって思いましたよね。何カタログスペックってって思ったんですけど、面白かったね。まあ仕事をする上で学歴必要って考える人もいれば、学歴は関係なく実力次第だと考える人もいると。まあ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 、そうです。どっちも味わったよ、やっぱり。うん、ああ、学歴って大事だなって思ったこともあるし、やっぱ学歴ないと、こんな無茶苦茶なんだなっていうことも味わったし、逆に、ああ、学歴が高くてもやっぱ仕事できない人は全然できないんだなっていうのも見てきました。そんな中ですね、この方は、初めての家電を購入するときには、カタログスペックは重要な判断材料ということですね。で、この男性は、専門コンサル系正社員年収1300万円は何の情報これ。学歴は家電製品のカタログスペックのようなもの。スペックが優れている一流ブランドの製品だって使い勝手が悪いことがある。なるほど、そういう例えね。スペック不要の安いノーブランド品が買ってみたら性能も良く使いやすいことがあると。うん。そうですね。ありますね。まあ、すごいいいね、会社の製品買ったからといって、だいたいパソコンはすぐ壊れてますからね、僕のやつ。その点、Mac にはだいぶ壊れずにね、Mac は頑張ってくれてるなと思いますが、今までのね、買ってきたパソコンはダメでしたからね。でも、初めての家電を購入するときには、カタログスペックは重要な判断材料になるのではないでしょうか。なるほどね。確かに最初からあんまり有名じゃない頃、大丈夫かなってなりますね。まあ、すごい安いね、前にパソコン、そう、親に買ってあげたんですけど、まあ、ノーブランド品みたいなんで買ってあげたんですけど、まあ、すぐ壊れて、一切使えないし、保証もないっていうやつでした。無駄になりました、ただ。私は東大卒で B2B の仕事を長くしていますが、初めての顧客と会った時から、一定の信頼のもと仕事を任せていただけます。なるほどね、東大だからってことね。男性は東大卒という肩書きスペックがあるということで、初対面の相手にも信頼してもらえるという、そうだね、国立大総計とそれ以外では採用でも配属でも実態として下がった。男性はもしスペックがなければ仕事を一回転回して実績を示してからでないと信頼を獲得できないし、そもそも最初の受注を得るハードルが高くなります。もちろん性能の良い仕事をしなければ信用を落とすのは学歴に関係なく必須条件ですが、実際に仕事をしていく中で学歴の重要性を感じたこともあったという、そうですね。私もいろいろ仕事をする人が多いから、今はもうたくさんいるけど、私もあるよね。本当に思う。いろいろだなと思うね。サラリーマンになるなら学歴は高いに越したことはなく、私が行った大企業では国立大と総計、それ以外では採用でも配属でも下がった。企業に入社する際、また初めての相手と仕事をする際に、その人のスペックとして第一印象を決定づけるかもしれない。終わり短い。まあそうですね。やっぱ最初に安心感っていうのはあると思います。もちろんそれぞれね、その後付き合ってみて、あ、やっぱ学歴高くて素晴らしいなって思う人もいたし、全然ダメじゃんって思った人もいたって感じかな。だからやっぱどっちでもね、関係ないじゃんっていう人がいるっていうのもよくわかります。ね、こう仕事飛んじゃったんですよって言って、やっぱこうだからですかねとかって言って、いやでもここの大学の人なんだよって、そんないい大学なのに、なんてね、場面があったりもしたんで、この間も。まあ、学歴がいいからといってね、責任感があるわけでもないし、なんていう人もいたりしますし、差が出てきてしまうっていうのは残念ながらあると思いますね。はい、皆さんはどう思われますか、今回ですね。なかなか面白い例えだなと思いました。確かに家電でいいパソコンだと思って買ったけど、あれれれれってなることはあるもんね。でも安心感がある。っていうのはなるほど面白い例えだなと思いました。はい、ぜひご意見お聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.